八代目、中村史寛。八月三十一日体は、日本の歌舞伎役者、俳優。中村史寛の当代である。野号は、聖駒や、縄文は、祇園神。河右門は四つ梅。スプリングフィールド所属。全名の三代目、中村橋之助としても知られる。本名は、中村浩二。青山学院中等部卒業。左利き。 年少時から積極的にテレビなどにも出演し、歌舞伎界のみならず、一般的知名度も高い。父譲りの古風な顔立ちで立ち役を得意とする。近年では、ギラユー狂言にも積極的に取り組む。妻は女優の三田博子。三人の息子がおり、三人とも歌舞伎俳優としての道を歩み出している。父は七代目、中村士官、兄は九代目。 中村福助。長子は日本舞踊家で、中村竜家元の二代目、中村梅いよいよ、自死の吉江の夫が十八代目、中村勘三郎であり、義系の勘三郎が主演を務めた国運歌舞伎でも多く出演している。六代目、中村勘九郎と二代目、中村七之助は老いに当たる。2009年公開の映画、五右衛門で、織田信長を演じ、 戦国の三英傑すべてを演じた。2011年10月に父が逝去したことを受けて日本舞踊中村流の相談役に就任する。2016年10月2日に初日を迎えた芸術祭10月大歌舞伎で8代目中村士官を襲名。合わせて長男の国将が4代目中村橋之助を、次男の修正が3代目中村福之助を、 三男のよろし生が四代目、中村歌之助をそれぞれ襲名した。2021年1月7日、週刊文春が不倫報道を掲載した。記事によると、アンジェリーナ・ジョリーニの23歳年下の女性と、昨年11月には、仕事にて訪れた京都にて合流し3日にわたり、ホテルで夜を共にしたり、さらに12月には、 東京でも密会するといった不倫関係にあると4年ぶりの不倫スキャンダルが報道された。ありがとうございます。